さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。ふう、数学もこのぐらいでいいだろう。簡単だな。ま、僕は天才だからな。勉学に勤しんでいる中申し訳ございません。聖夜様、お父様とお母様がお呼びです。どうぞ広間にお越しください。なんだなんだ、父さんと母さんまたどこかへ僕を連れ出そうとしているのか。僕は勉強で忙しいんだ、放っておいてくれと伝えてくれ、クマネ。そうおっしゃられましても、お父様とお母様楽しみにしてらっしゃいましたよ。はあ、わかった。一体次はどこへ連れ出そうっていうのやら。それにしても聖夜様、小学生ながらもう算数ではなく数学のお勉強ですか。当たり前だ、僕を誰だと思ってるんだ。将来星のグループを継ぐものだぞ。勉強なんて時間を割けば誰だってできることだ。何も褒められることはしていない。お父様、お母様、お待たせいたしました。どこへ連れて行かれるのですか。せいや、勉強熱心なのはいいことだけれども、まだまだ子供なんだから外で思いっきり遊んでもいいのよ。そうだぞ。それに外の世界を知ることも星のグループの立派な仕事につながるぞ。ああ、そう言って先週も遊園地とかいうところに連れて行かれましたけれども、僕は別に楽しくありませんでしたよ。まったく誰に似たのやら、変わった子になってしまったな。今日はね、最近有名なひまわり畑に行こうと思うの。せいや、ひまわり見たことないでしょ。花ですか。まあ花の生態系には興味がないこともないので、確かに実物を見てみたいですね。それでは私は車を回してまいりますので。僕の名前は星野せいや。日本でもかなり有名な星野グループっていう超お金持ちの財閥だ。つまり僕たち家族は超エリートな家族ってこと。僕は将来星野グループ、つまりお父様の会社を継ぐことになるんだけれども、そのために今一生懸命勉強してるんだ。でもやたらとお父様とお母様は外に連れ出そうとする。別に外の世界なんて無理に見なくたって、今はネットとか本で十分勉強できるのに。お車ご用意いたしました。さあさあ中へどうぞ。そして僕の付き人のクマネ、ま、忙しいお父様とお母様の代わりにガミガミうるさいところもあるけど、僕にとってはすごく信頼できる大人の一人だ。どうせ今日行くところも大して面白くないんだろうな。さあもうすぐ着くはずだぞ。お、何か看板が出ているな。あったあった、この先ひまわり畑ひだまりカフェって書いてあるな。よし、こっちだ。お、どうやらここを左に曲がったところみたいだな。よし行くぞ。駐車場、駐車場はっと。よし、じゃあこの辺に止めておくか。すごいわね、ひまわりがあんなにたくさん咲いてるわよ。ほらせいや、気になるだろ、見に行っていいんだぞ。まあ思ってたよりたくさん咲いてるからちょっと見に行こうかな。うわー、すごい、こんなにたくさん咲いてる。それになんだか生で見ると写真とかで見るのと雰囲気が違うっていうか。はっはっは、ネットや写真で見るのと違うだろせいや。ちゃんと自分の目で見たものをインプットしないとな。ねえねえ、綺麗だね、これインスタのせよよ。めっちゃ映えスポットだよね。最近の子はスマホで写真を撮るためにこういうところに来るのね。なるほど、映えってやつか。くだらない、そんなもののために時間を割く理由が僕には分かりません。まったく、どこもかしこもスマホで写真を撮っている女性ばっかりじゃないか。目の前にこんな綺麗な花が咲いているのにレンズ越しにしか目がないのか。まあまあそういう時代なんですよ。うん、あれ、僕と同い年ぐらいの女の子がいるな。あの子なんで枯れたひまわりなんかカバンに入れてるんだ。おいせいや、暑いからカフェに入ろう。パパとママそろそろ限界だ。すみません、ここは持ち帰りだけかな。いえいえ、中で涼めますよ。どうぞどうぞ入ってください。なるほど、こういう暑いところにカフェか。なかなか考えたね。どれにしようかな。なんか映えるドリンクないですか。何やら少し忙しそうですね。
私が代わりにドリンクを持ってきましょうか。大丈夫大丈夫、そんなに焦ることはないだろう。どうだせいや、見に来てよかっただろう。まあお父様の言う通り、ネットや写真だけで見るだけじゃわからないことがあるっていうのはわかりました。お母さん大丈夫？手伝うよ。ごめんね花、じゃあ中にいるお客さんの注文聞いてきてくれる？うん、わかった。すみません、お待たせしました。ご注文をどうぞ。あら、とっても若い店員さんね。これは聖夜の歳と変わらないぐらいの女の子じゃないか。偉いな。この子はさっき枯れたひまわりをカバンの中に入れていた女の子。なるほど、さっきの店員さんのお子さんなのか。おいしいわね、コーラ。久しぶりに飲んだわ。お父様とお母様はこのような飲み物をお飲みになられるんですね。お金持ちだからコーラは飲まないというのか。まったく、聖夜は頭が固いな。すみません、先ほどはご対応できなくって。なーに、大丈夫ですよ。お忙しそうでしたので。それにできた娘さんをお持ちなようで。まあまあ、またひまわり畑遊びに行ってもいい？いいけど、あなた体大丈夫なの？あんまり無理しちゃダメよ。大丈夫、それじゃあ行ってきます。せいや、せっかく来たんだ。お前ももう少し見に行ってきなさい。そうですね、せっかく来たし、もう少しだけ見ていきましょうか。クマね、お前はもう少し休んでていいよ。なんでそんな暑そうな服着てきたんだよ。これが私の仕事着ですから。いいわ、一人で行ってらっしゃい。いつもクマね、あなたのことずっと見てくれてるんだから。申し訳ございません、せいや様。いいよ、むしろ一人の方が気楽でいいよ。たまには外に出るのも悪くないな。うん、あれ、あの子またあの枯れた花に何かしてる。おい君、その枯れた花一体どうするんだい？ひまわりって夏に咲くお花でしょ。でもこの子もう枯れちゃったからかわいそうだから、私が代わりに埋めてあげるの。夏を乗り切れない悔しさ、なんとなくわかるから。はあ、どういうことだい？夏を乗り切れない悔しさ。私ね、あんまり体が強くないんだ。だからこの夏が終わると、もしかしたら死んじゃうかもしれないんだって。そうなのか。でもなんで君はそんな状態でも笑っていられるんだい？だってね、見て、このひまわりさんたち、夏が終わると枯れちゃうっていうのに、こんなに綺麗に頑張って咲いてるんだよ。それにひまわりは太陽に向かってうーんと伸びていくんだって。だからね、私もひまわりさんたちに負けないように頑張らなきゃって。そっか、ひまわりってそういう生態なのか。そういう生態ってなんか難しい言葉使うね。お名前なんていうの？僕は星野。星野聖也、あの有名な星野グループの財閥なんだよ。ごめんね、私そういうのあんまりわからないから。私は藤崎花、名前の通りお花が好きなんだ。よかったらまた見に来てね。おい聖也、そろそろ帰るぞ。それ以来、僕はなんだかあの藤崎花っていう女の子のことを考えるようになった。もう一度あのひまわり畑に行きたいな。おほん、クマね、ちょっと相談があるんだけど。どうなさいました、せいや様。何かお困りごとでも？その、前言ったひまわり畑に行きたいんだけど。なるほど、かしこまりました。私からお父様お母様に伝えておきましょう。見て見て、せいやくん、このひまわりすっごく大きいでしょ。本当だ、こないだ見た時より大きくなってるね。そこから僕は頻繁に花に会いに行くようになった。理由はあの時じゃわからなかったな。なんだか気分が悪い。大丈夫花？せいや様、カフェまでお連れしましょう。すみません、ご心配をおかけしてしまって。ちょっと暑さにやられただけみたい。ごめんね、せいやくん。はあ、よかった。花はこう言ってるけど、熱中症なんかじゃない。たびたび気分が悪くなることが多くなってきた。そしてとある事件が起きた。
ほう、これは大変な台風が来たな。これほどの台風だとひまわり畑のひまわりが全部散ってしまうかもしれんな。そんな花大丈夫かな。はあ、はあ、花大丈夫だった？台風これはな、何にもない。ひまわり全部散っちゃった。今年の夏は災難ね。体が。花しっかりしろ花。おそらくもう娘さんは長くはないでしょう。そうですか、ありがとうございました。クマネ、ごめん、ちょっと一人で花に会ってもいい？もちろんでございます。ゆっくりとお過ごしくださいませ。花具合大丈夫？せいやくん、ひまわり全部なくなっちゃったね。私ももうすぐなのかな。そんな弱気になるなよ。花、これから何かしたいこととかないの？ね、やっぱりまたあのひまわり畑見たいな。わかった。それじゃあまたあのひまわり畑に行こう。せいやくん、無理だよ。もうお花台風で全部なくなっちゃったよ。僕を誰だと思ってるんだい。いいから少しだけ待ってて、その代わり頑張るんだよ。せいや様、一体何をなさるおつもりですか？いいから黙ってついてきて。すみません、あのありったけのひまわりをください。ありったけってどのくらいあるか？どんなにお金かかってもいいんで、とにかく全国のひまわりを寄せてください。せいや様、何を勝手に。クマネ、頼むよ、俺からの一生のお願いだ。せいや様。はあ、わかりました。私はクビになるのを覚悟で勝手にカードを使わせていただきます。必ず花さんを喜ばせましょう。ありがとう、クマネ。え、なんでひまわりがこんなにたくさん咲いてるの？だから言ったろ、僕にできないことなんてないんだよ。ほら、綺麗に咲いてるだろ。大変だったんだぞ。せいやくん、このひまわり買ってきたやつでしょ？それは…だっておかしいもん、こんな急にひまわりたくさん咲かないよ。でも、せいやくんありがとう。せいやくんのお手製のひまわり畑だね。じゃあ、何でもできるせいやくんに最後お願いしてもいい？なんだよ、言ってごらん。私の分まで毎年このひまわり畑見に来てあげてね。なんだよそれ、しょうがないな、まったく。このあと数日後、花は帰らぬ人となった。せいや様、そろそろお時間ですよ。ああ、わかってるよ。クマね、お前なんだかちょっと老けたんじゃないか？せいや様がご立派になられておりますからね。ほら、行くぞ。あのさ、うちの会社無駄に大きすぎないか？こんなに大きく作らなくったってよかった気がするけど。今や総勢何万人もの社員を抱える大社長ですからね。当たり前だろ、僕を誰だと思ってるんだよ。さあ、今年の夏もあそこに行くか。相変わらず運転だけはうまくなりませんね。うるせえ、言ってろ。これは社長、お疲れ様です。いつも悪いな、ひまわりの手入れから何まで。いえいえ、私お花好きなんで。見てくださいよ、髪の色もひまわりカラーにしました。結構インスタで受けてるんですよ私。はっ、そっか、名物キャラとして頑張ってくれよ。今年もちゃんとたくさん咲いてくれたな。また来年の夏も会いに来るから、ちゃんと咲いてくれよ。でないと花に怒られちまうよ。さあさあ、ドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りまし。さて、今日も世界が平和でありますようにと。お父さん、お仕事お疲れ様。おう、
花、それにみんな、おはよう。前も言ったけど、この神社は遊ぶところじゃないんだぞ。あんまり騒ぐのはやめてくれよ。そんなこと言って、花ちゃんのお父さんいつもお菓子とかくれるじゃん。花ちゃんいいな、こんなかっこいいお父さんがいて。お、ずるいぞみんな。そうやって俺のことを褒めたらなんかくれると思ってるんだろ。じゃあ今日はみんなにジュースをあげよう。もうだからみんなここに遊びに来るんだよ父さん。はっはっは、子供たちはああやってジュースやお菓子をあげるだけで懐いてくれるからかわいいな。あなた、またここで子供たちが遊んでるとお参りに来たおじいちゃんおばあちゃんたちに叱られるわよ。まあそういうな。ああやって花が友達と遊んでるところを見ていると俺たちも安心するだろう。まあ確かにそうだけど、それよりもうすぐ仕事が始まるわよ。これはこれは、毎度ありがとうございます。今日はどのようなお札をお探しで。神主さん、もう毎日のように来てるから私たちが願掛けするもの分かってるでしょう。今日もあの世界平和のお守り2つくださる。ご存知神主さん、こないだ隣町のもみじ町もついに攻め込まれたらしいですわ。私たちもそろそろ桜町から出た方がいいのかしら。大丈夫ですよ。きっとこの桜町には守り神がついてますから。それに私も毎日のように世界平和を願ってますから、きっと神様にもそろそろ届くはずですよ。そうですわよね。なんだか神主さんのお言葉を聞いたらいつも安心しますわ。子供たちの面倒も見てくださっていつもありがとうございます。あなた、あんまり大きいことは言わない方がいいのでは。実際隣町では戦争が起きてるの。私たちの身にももしかしたら何かあるかもしれないわ。お前までそんなことを言ってるのか。大丈夫だ、きっと俺たちにはご利益がある。それに人を憎んだって何にもいいことがないだろう。俺たちの役目は人を安心させることだ。それも立派な仕事じゃないか。本当にあなたは能天気ね。花ちゃん見て見て、ここに書いてるの面白いよね。特にこの2つとかなんか怖くない？でもそれだけ好きな人がいるってことだよね。私もいつか好きな人ができてお父さんやお母さんみたいな仲のいい夫婦になれるかな。絶対なれるよ。花ちゃん優しくって可愛いもん。あとは花ちゃんのお父さんみたいなイケメンな人見つかるといいね。佐川、相手がもし見つからなかったらしょうがねえから俺が結婚してやるよ。あれ、りょうくん、それって告ってない？間違いねえ。素直に佐川が好きって言えばいいのに。ねえねえ、はなちゃんはりょうくんのことどう思うの？え、私？何言ってんだよ。みんな言っただろ、大人になって相手がいなかったらしゃーなし、結婚してやるよ。ほんと、こいつ素直じゃないよね。花ちゃん、もう今のうちに振ってあげたら？私の名前は佐川花、中学生です。この神社で働いているお父さんとお母さんの娘です。最近は世の中が物騒らしくって、よく友達がここは安全だからっていうのでみんな遊びに来てくれます。私は他の町がどうなっているかっていうのも全然知らなくって、ずっとこの平和な日々が続くと思ってました。まあ大変、空を見て、あれはもしかして戦闘機よ。え、嘘、そんな、みんなどうして。う、あっち、暑いよ。おい、なんだ今の爆発音は、どうなってる。これは一体。神主さん、見てください。あれはきっと戦闘機ですわ。この桜町もとうとう攻め込まれたみたいで。そうだ、花、大丈夫か。しっかりしろ、怪我はないか。お父さん、お友達がみんな、たかし、どうして行かないで。あなた、どうしましょう。もうこれじゃどうしようもないわ。くそ、あいつらめ、お前たち卑怯だぞ、降りてこい。おい佐川、何してる。お前も行くぞ。俺たちで桜町を守るんだよ。ダメだ、
戦争なんかしたって何にも生まれないぞ。今はとにかく安全なところへ逃げるんだ。安全なところ、そんなのがねえから俺たちで守るんだよ。お前まさかこの後に及んでまだ神様が守ってくれるとか思ってんのか。すまん、花のことを頼んだぞ。いや、嫌よあなた、行かないで。大丈夫だ、俺には神様がついてる。それにお前たちにもきっと守り人がついているぞ。とにかく花を安全なところまで連れて行ってあげてくれ。いいかい花、お母さんの言うことをちゃんと聞くんだぞ。わかった。おい、いたぞ、桜町の住民だ。どうしようお母さん、早く逃げなきゃ。花、こっちよ、早く来なさい。何言ってるのお母さん、そっちは湖だよ、道がないよ。いいから早くこの木の板に乗りなさい。お母さん、一体どうするつもりなの？お母さんも乗らないの？花、あの人たち銃を持ってるでしょ。私たちが逃げたところで絶対に追いつかれて撃たれるわ。幸いにも霧が濃いから今だったら湖の方に渡ればきっと逃げれるわ。花、ごめんね、守ってあげれなくって。神様なんて本当はいないのよ。だから一人でも頑張って生き残って。そんな、お母さん、お母さん。ここはどこだろう。すみません、誰かいませんか。誰もいない、もう使われてないところなのかな。お父さん、お母さん、それにみんな、どうしてこんなことになっちゃったの？あ、そんな、そんな、俺は生き残っちまったのに、なんでお前は死んじまったんだよ。くそ、くそ、俺がお前たちから離れなかったらこんなことにならなかったかもしれない。そうだ、花はどこへ行った？どうしてこんな湖のふもとに？まさか逃げるために湖に飛び込んだのか？はあ、お腹減ったな。私ここで一人ぼっちで死ぬのか。お父さんの嘘つき、神様に願ったって何にもならなかったよ。もう私限界だ。あれ、こんなところにお花咲いてる。すごいね君、あんなにどんどんミサイルが飛んでたのに生き残ったんだ。私もね、花っていう名前なんだ。君と一緒だよ。はあ、なんだか眠くなってきたな。かわいそうに、ありゃ死後何ヶ月か経ってるな。花、すまない、発見が遅れてしまって。俺はなんで俺だけ生き残ってるんだ。綺麗な花じゃないか。お前それを守っていたのかい。この花は絶対に枯らさないからな。ほら、写真撮ってあげるからいい感じにポーズ撮って。ここマジでインスタスポットだよね、映えすぎ。私この場所好きだな、なんか落ち着くんだよね。よかったら私が写真を撮りましょうか。3人とも入ってください。すみません、ありがとうございます。うわ最高、まるで合成みたいに綺麗だよ。私しばらくホーム画面にしとこうっと。花、わしも年を取ってしまった。でも毎年お前がこうやってたくさん咲いてくれるから嬉しいよ。お前の優しい心はこの桜町にきっとちゃんと届いておるぞ。この花のように皆が平和な気持ちでいてくれたらわしは嬉しい。どうか世界がこの先もずっと平和でありますように。おい宮村、早くしろよ。うん、ごめん、すぐに行くから待ってて。みんなが見てるから早く行かなきゃ。ちょっと宮村くん、遅いよ。よし、行くぞ。せーの、えい。よかった、なんとか滑れた。
なんかさ、宮村って女みてえな声してるよな。お前さ、実は女なんじゃねえの？なんでもすぐビビるし、声も高いし、ほんと女より女だよな。わかるわかる、宮村くんって男の子として見れないんだよね。そんな、僕は男の子だよ。僕はこの日以来、人前で話すことが怖くなって、声が出せなくなった。さあさあ裸足で駆け出せ、世界一のお姫様、夢の世界。それじゃあみんな、教科書の68ページを開いて前の続きを読んでもらうぞ。それじゃあ堀北、続き読んでみてくれ。はい、これはなんて読むんだろう。ミク、そこは四面楚歌って読むんだよ。あっちゃんサンキュー。四面楚歌の状態になった私はこれまでも全く毎回毎回相島に教えてもらわないと読めないのか堀北は。おいおい、授業中に見せつけてくれんな二人とも。ほんとお似合いのカップルだよね。それじゃあ次のページを誰に読んでもらおうかな。それじゃあ宮村読めるか。すまんすまん宮村、無理して言わなくていいぞ。宮村は国語の点数が高いから当ててみただけだ。ねえねえ、誰か宮村くんと話したことある？私一回もない。あいつって確か声が出せない病気なんだっけ。よくわかんねえけど絡みづらいよな。僕は小学生のトラウマを引きずったまま中学生になった。中学になったら環境が変わって自分ももっと話せるようになる、そう思ってたけどやっぱり無理だ。それに加えて極度の上がり症だから人前で何かを話すとか絶対にそんなことできないよ。よし、授業終わった。ミク、あんた毎回毎回彼氏に助けてもらってるね。羨ま。いいな、あんなかっこいい彼氏がいて、しかも席も隣同士だし、美男美女カップルで羨ますぎ。あっちゃん何でもできるから。私は勉強苦手、漢字とか全然読めないもん。ミクはどっちかっていうと体育とか得意だもんね。走るの早いし。確かにミクってさ、どっちかっていうともっとなんていうか男らしそうな人が好きなのになんか意外。やっぱりどの女子もイケメンには弱いってことか。うんうん、違うよ。あっちゃんももちろん男らしいところあるよ。それに私のことたくさん助けてくれるから、なんていうかな、頼りになるっていうところが男らしいのかも。おい堀北、ちょっといいか。掃除当番の件なんだが、必ず全生徒に回るようにしてほしいんだ。ペア決めは委員長のお前がやってほしい。はい、わかりました。ミクは相島くんとやればいいじゃん。ダメダメ、あっちゃんと一緒にやったら優しいから全部掃除しちゃいそう。あのさミク、お願いがあるんだけど、絶対に宮村くんと一緒のペアにはしないでほしいな。あ、そっか、宮村くんか。あれ、もしかして先生、だから私に決めさそうとしてるんじゃ。それじゃあ先生はちょっと忙しいから、あとは頼んだぞ堀北。くそー、してやられた。なるほどね、先生自分が嫌われないようにミクに頼んだってわけか。しかも掃除当番って男女ペアじゃないとダメなんだよね。まあ別にいいよ、私が一緒に組めばいいだけの話だから。それに宮村くんと話したことないからどんな人か知りたいし。いやいや絶対無理でしょ。なんかさ、宮村くんってちょっと怖くない？何しそうかわからないっていうか。わかるわかる、無口な分何考えてるかわかんないし、二人きりになった途端いきなりガオーって襲ってくるかも。そんなわけないでしょ。ちょっと私宮村くんに言ってくる。宮村くん、次から私と掃除当番だからよろしくね。すっご、さすが委員長、わざわざ宮村とペア組まされるなんてかわいそう。ミク大丈夫かな。気まずいっていうか、何を話せばいいんだろう。そもそも話すことができないから話すの無理か。宮村くん、そっち終わった？応答なし、了解。あのさ、宮村くんってさ、なんで話したりしないの？
ほら、誰かと話した方がさ、友達もできるし、絶対学校が楽しくなるよ。それとも私ってそんなに話しづらいかな。うわ、どうしよう。なんかやっぱちょっと怖いかも。あ、やば、危ない。びっくりした。ありがとう宮村くん。宮村くん、掃除お疲れ様。なんだ宮村くん、優しいじゃん。しかも見かけによらず結構力持ちなんだ。はあ。ねえ宮村くん、ちょっと話したいんだけど、ミクと一緒に掃除当番やるのやめてくれない？君と関わるとろくな噂が立たないからね。僕も彼氏として心配なんだよ。そういう挙動不審なところ女の子怖がるからさ。分かった、次からは掃除来なくていいよ。ふん、まったく気持ち悪いやつだ。ねえねえミク、どうだった？昨日宮村と掃除当番だったみたいだけど、絶対地獄だよね。なんかされてない？されてない、されてない。むしろちゃんと綺麗に掃除もしてくれるし、私なんかよりよっぽど優秀だよ。今週は私たちが掃除当番だから頑張らないとね。宮村くん、今日もよろしくね。あれ、宮村くんが来ない。私一人で掃除しろってか？私なんかやっちゃったかな？ミク、お困りみたいだから僕も一緒に手伝ってあげるよ。あっちゃん、ありがとう、助かる。はい、あっちゃん、手伝ってくれたお礼。お、やった、ありがとう。それにしても宮村くんサボるなんてほんと最低だね。本当にサボったのかな？何か理由があるような気がするけど。おい、お前ら入り口で邪魔なんだよ、どけ。最近の中学生はませてんな。あ、ごめんなさい、すぐどきます。うわ、かわいい、ありだな。なあなあ、ちょっと裏行って話そうよ。え、ちょっとやめてください。おい、何してるんですか、やめてください。いいから、お前も一緒に来い。大丈夫大丈夫、優しくしてやるから。あれ、どうしたの彼氏さん、彼女危ないけどこのままでいいの？ミク、今警察呼んでくるから少し待ってて。あははは、クソだせ、あいつ警察呼ぶっていうのを口実に逃げてやんの。そんな、あっちゃん、あんな逃げ出す彼氏よりよっぽど俺の方がいいぜ。最悪、私どうなっちゃうの？なんだこいつ、また違うやつ来たぞ。おい、やってきた割にはもうビビってんじゃねえか。今お楽しみ中なんだよ、さっさと帰れ。うわ、なんだこいつ、急に殴ってきやがった。おい、てめえ、こんなことしてただで済むと思うなよ。宮村くん。おい、警察だ、喧嘩はやめなさい。皆さん、何があったとかはあまり詳しくは説明しないが、放課後はあんまりうろちょろせずすぐに帰宅するように。わかったな。ねえねえ、聞いた？噂では宮村くんがコンビニで高校生と喧嘩したらしいよ。うわ、やっぱ怖いやつなんじゃん宮村って。はあ、違う違うよ、みんな勘違いしてる、どうしよう。あのみんな聞いて、宮村くんは高校生に絡まれた私を助けてくれたの。え、助けたのって相島くんじゃないの？宮村くんは口を塞がれて抵抗できない私を助けようとしてくれただけ。喧嘩したとかそういうのじゃないよ。それに掃除当番の時だってすっごく綺麗に掃除してくれたし、私が転げそうになったら助けてくれたし、すっごく優しいんだよ。みんな宮村くんのことを知らないのに勝手にそんなこと言っちゃダメだよ。ミク、いきなりどうしたんだよ。まあまあ落ち着いて。わかったから堀北、席に座りなさい。
ありがとう。おい、宮村が今喋った？堀北さん、ありがとう。宮村くん、喋れるんじゃん。っていうか、助けてもらったの私だから、ありがとうっていうのは私だよ、宮村くん。っていうか、宮村くんの声かわいい。なんか美少年って感じ。ねえねえ、今度いっぱい話そうよ。あれ？僕の声、みんな気持ち悪いとか言わないんだ。僕、喋ってもいいんだ。堀北さん、本当にありがとう、ありがとう。ミク、あんた何やったの？いや、だから私は助けてもらった方なんだけどな。人は何かのきっかけで塞ぎ込んじゃうこともあるし、でも何かのきっかけですぐに変わることもできる。今、僕の声はみんなに届いてますか？プレゼント、空に光るあの星を二人の。どうだみんな、次のタスク進んでるか？わからないところがあったら遠慮なく先生に聞けよ。うわー、また犬山さんサボってるよ。どうしよう。なんで僕この人の隣なんだろう。先生曰く一番前の席にしたのはこいつがサボりにくくなるからって言ってたけど、全然関係ないよ。犬山、また堂々とサボりやがって。おい犬山、なんだその授業態度は。ちゃんと授業を受けろ。なんか言わせたらわかる。その調子だとお前留年だぞ。あー、もううるさい、うざいんだけど。マジでカチャ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 さ、みんなキーボードとかスマホ叩いてて楽しい？私は全然つまんない。そりゃこの中にはつまらないと思っている生徒もいるかもしれないが、こうやってみんな真面目に頑張っているんだ。お前は根性が足りないんだ。嫌いだと思ったらすぐそうやって投げ捨てる。そういうところがダメなんだよ。はいはい、もうそういうの聞き飽きたからいいよ。犬山、放課後職員室に来い。わかったな。はあ、だる。マジで何回目だよ、職員室に呼び出すの。そんなことしても無駄だって言ってんのに。犬山、今日という今日は親御さんにも連絡するからな。わかったな。勝手にすればうちの親絶対来ないよ。またそんなこと言いよって。見てろよ。あ、もしもし、犬山さんの携帯で間違いないでしょうか。私、桜高等学園の教師の篠原と申します。あ、なんて、高校の教師？なんで俺に用があるんだよ。娘のことか？それだったら俺には関係ねえ。今パチンコで忙しいんだよ。後にしてくれ。ちょっとお父さん、もしもし、もしもし。ほら、だから言ったでしょ、無駄だって。うちには親なんていないようなもんだから。どうせそのうちこの学校も辞めるよ。ああ、だれ。なんか楽しいことないかな。今日も海でも見に行こっかな。あれ、こんなところに学校なんてあったっけ。もしかしていじめでもやられてんの。うわ、あの男の子、手がないじゃん。ねえ上田くん、カバン持ちなよ。お前さ、なんで手ないの？人間じゃねえの？ああそっか、手がないからカバンも何も持てねえよな。そうだね、僕は人間じゃないかもね。みんなと少し違うから。お前さ、もう気持ち悪いから学校来んなよ。わかった、みんなごめんね。気持ち悪いよね。もう来ないから安心して。ああ、あの子いじめられてるんだ。ま、私には関係ないけど、生まれた時から人なんて環境次第で全部人生決まってんだから。それに子供嫌いだし。ここはなんか落ち着くんだよね。海の音っていうか波の音って言ったらいいのかな。それ聞いてたら心が落ち着く。ん？あれってもしかしてさっきの男の子？あいつ何する気？よし、行くぞ。せーの。やっぱりダメだ、泳げないよ。あのバカ、何やってんの？おい、あんた何してんの？バカなの？もう最悪、こんな面倒なことに巻き込まれるなんて。ほら、しっかりしな、病院行くよ。あの、
すみません、この子溺れてて。ありがとうお姉ちゃん、お家まで送ってくれて。僕なら大丈夫だよ。は？どういうこと？しかも家ってここ病院なんだけど。上田くん、またいたずらしたの？ダメじゃない、他の人に迷惑かけたら。早く自分の病室に戻りなさい。ちょっと、あんた私のこと騙したんでしょ？違うよ、騙したとか何にも関係ないでしょ。僕がただ溺れててお姉さんが助けてくれただけ。はい、ここが僕の家だよ。お姉さん、僕のこと見ても何にも思わないの？ほら、手がなくて気持ち悪いでしょ。別に何も思わないわよ。むしろもっと気持ち悪い人知ってるし、例えばうちの親父とか。そうなんだ。お姉さんはお父さんが嫌いなの？大嫌い、あんなギャンブル好きの酒かすな親父。だから母さんにも逃げられんのよ。私が子供の頃の話だから覚えてないけど。そうなんだ、僕と同じだね。僕もパパとママあんまり好きじゃないかな。あっそ、ちなみに私子供も嫌いだから。すごい、それも僕と同じだ。お姉さん気が合うね。はあ、何言ってんの？あんたまだガキでしょ。あんたみたいなやつのことを子供って言うのよ。そうなの？僕は嫌だけどな。あいつら僕を見ると気持ち悪いとかすぐに言うし、怖いとか死ねとかキモいとかすぐ言ってくるんだ。でも僕はそんなこと言わないよ。ほら、子供じゃないでしょ。あんたは大人ぶってる子供よ。まだそっちの方がマシか。てか私もう帰る。じゃあね。待ってよ、お姉さん帰るところあるの？もしないんだったらいつでもここにおいでよ。誰も来ないし友達もいないから暇なんだ。お姉さんは僕を見ても気持ち悪いとか言わないから大歓迎だよ。悪いけどもう一生来ることはないわよ。じゃあね。見た目も性格も変な子供。犬山、さっさと起きろ。どんどんひどくなってるじゃないか。もうこの教室から出ていけ。今日は篠原のやつ一段と怒ってたな。あれ、あの子こないだの子供じゃん。なんであいつまたいんのよ。あーでもいいや、関わったらまためんどくさそうだし。あ、お姉さん、お姉さん。げ、見つかっちゃった。お姉さん海が好きなの？やっぱり僕と気が合うね。てかあんたさ、あの病室から抜け出して大丈夫なの？体どっか悪いんじゃないの？何言ってるんだよ、ほら見てわかるでしょ。手がないんだからとっくに体なんて悪いよ。ねえねえ、お姉さんは女子高生だよね。彼氏とかいるの？いない。別に男とかあんま興味ないし、そもそも人に興味がない。へえ、そうなんだ。やっぱり僕と似てる。でもね、なんかお姉さんには興味あるんだよね。他の人と違うっていうか。あっそ、全然嬉しくないし、あんた見る目ないね。ああもうまた？どうしたの今度は。ごめん、大丈夫、大丈夫だから。あのさ、あんたさ、大丈夫じゃないのに大丈夫っていうのやめたら？どこ我慢してんのよ。恥ずかしいことでも何でもないでしょ。ごめん、だって僕が何か言ったらみんな気持ち悪いとか、そういう風に思うと思って。そう思う奴らなんてほっとけばいいじゃん。自分は自分なんだから。あんた見てるとなんか私までイライラしてくんのよ。ありがとうございます、だいぶ落ち着いたみたいです。あの、この子って手がないみたいだけど他にどこが悪いんですか？手の手術をした際に血液の循環が悪くて心臓に負荷がかかってるみたいなの。まだ子供だから体の負荷も相当大きいものよ。あと、なんでここに DJ のターンテーブル置いてんの？何の趣味もやりたいこともなかったみたいなんだけど、唯一興味を持ったのがこれだったのよ。残酷よね、ターンテーブルを回せる手がないと思うと本当にかわいそうだわ。それじゃあ私は行きますね。あなたが来てからなんだか上田くん表情が明るくなったわ。ふーん、こいつこういうのに興味あるんだ。うわー、ねえお姉さん、本当に僕入っていいの？
いいよ、昼間のイベントだったら未成年でも入れるから。さすが不良のお姉さん、こういうの詳しいんだね。うるさ、一言余計なんですけど、言っとくけど音結構響くから、あんたの心臓に負担かけても私知らないよ。すごいすごい、僕がヘッドホンで聞いてる音よりすごいよ。そうでしょ、私もここは人が多いからあんまり好きじゃないんだけど、でもたまにここの爆音聞きたくなるんだよね。あとここでバカ騒ぎしてるやつらも意外と嫌いじゃないっていうか、学校や家にいるよりはよっぽどマシかも。ねえねえお姉さん、僕 DJ になりたいんだ、なれるかな。手のない DJ か、まあいいんじゃない、ターンテーブル回せんの。しょうがないから私も手伝ってあげるよ。その代わり売り上げ半分よこしなさいよ。わかった、ありがとう。っていうかさ、お姉さん名前教えてよ。僕は上田岳、岳って音楽の岳って書くんだよ。私は犬山神、あんまり好きな名前じゃないけどね。お姉さんにぴったりだね、犬が噛みつくみたい。ほんと一言多いから子供は嫌い。こうして私はなんかよくわかんないけど手の不自由なこの子供と仲良くなった。私もこいつを見てるとなんか元気をもらえるっていうか、無理して大人ぶるくせに不意に見せる子供っぽい表情が意外と好きだったりした。でもそれは長くは続かなかった。神姉ちゃん、本当にいいの？このヘッドホンもらっても。いいよ、DJ するんだからヘッドホン大事でしょ。あんたには将来稼いでもらわないといけないからね。やったー、宝物が2つになったよ。このターンテーブルとヘッドホン、僕の宝物だ。そういえば、このターンテーブル、親に買ってもらったの？うん、そうなんだ。唯一買ってくれたんだ。そういえば本当にこいつの親一回も見てないな。よーし、早速練習するぞ。苦しい。大丈夫？先生呼んでくるからちょっと待ってて。非常に危険な状態だ、早く手術をしなければ。わかりました、保護者の方にも連絡しておきます。ほら君、手術を行うから早く出て行って。結果は後で知らせに行きますので。ガク、あんた死んだら許さないからね。私と一緒に DJ やるんでしょ。そうだね、絶対しよう。じゃあ僕が起きるまでお姉ちゃん練習しててね。この度はご愁傷様です。もうすぐ上田くんのお母さんがやってくるみたいだから早く出た方がいいと思うけど。嫌です、一度会いたいと思ってたんで。あくまでも私たちは他人なんだから、人の家庭事情にあまりとやかく言うのはダメよ。あの子死んだのね。あなたお友達？それにしては高校生だから大きすぎるか。どうして来なかったんですか？自分の子供が精子をかけた手術をしていたのにどうして来なかったんですか？何ですかあなた。悪いんですけど他人には関係ない話なので。ふざけんなよ。いいか、あいつはこのターンテーブルすごく気に入ってたんだよ。私がヘッドホンあげた時2つ宝物ができたって喜んでたんだよ。だからあいつは本当はあんたたち親のことが好きだったんだよ。待ってたんだよ。うるさいわね、あなたには関係ないでしょ。出て行って。ああそうかいそうかい、出て行ってやれよ。私は親ガチャなんかで絶対人生左右されないから。私はあいつのこと絶対忘れない。何よあの子、私の気も知らないで。私だってすごくいろいろ考えたんだから。わーい、やったありがとう。
ママ絶対大事にする。これって手がなくても使えるかな。やっぱり DJ の人みたいにターンテーブルは回せないよね。ごめんねママ僕手がなくってごめんね。私だって本当はあなたを育てたかったわよ。でもどうしても自信がなくって。こうなることが分かっていたからなるべくあなたに愛着が湧かないようにしてたの。私母親失格だわ。ねえねえ知ってる？今日の DJ ゲスト神ちゃんだよ。すっごい楽しみだよね。私 DJ で一番好きだもん。神出番だぜ行ってきな。いつもの白い DJ セット用意してんぜ。ガク今日も行くよ。あんたたちよく来たね。今日も思いっきり楽しんでいって。偏見ばっかりのうざい世の中に飽き飽きしてるみんな大丈夫。ここはあんたたちの居場所だよ。さあ思いっきり騒ぎな。ガク聞こえる？私これだけできるようになったけど、あんたまさかサボってないでしょうね。次私と会ったらあんたがターンテーブル回してるところちゃんと見せてよ。朝ドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょ。ねえ兄ちゃん待ってよ。置いてかないで。ああ痛いよ。走るの嫌いだよ。大丈夫かソータ。そんなんでいちいち泣くな。本当お前は泣き虫だな。ほら次は一緒に歩いてやるから泣くな。本当に約束だよ。兄ちゃん足早いから追いつかないもん。ソータお前の方が身長高いんだし足も俺より速くなるよ。無理だよ。何しても兄ちゃんには勝てっこないよ。僕の名前は白川ソータ。隣にいるのが兄の白川ハヤテです。僕は泣き虫で運動音痴で勉強もできなくって、それに比べて兄ちゃんは何でもできちゃうすごい人です。ほらソータ次はゆっくり走ってやるから俺に追いついてこい。無理だよ。また僕こけちゃうよ。痛いの嫌だよ。ソータ泣き虫でもいいけど諦めんのはダッセーぞ。勉強でもスポーツでも最後まで走り抜けること、それが一番かっこいいんだぞ。兄ちゃんはいつも前向きで僕にとって憧れの人だった。ただいま。おかえりなさいハヤテ。ソータあれソータ目が腫れてるわよ。また泣いたの？そうなんだよ母さん。またソータのやつ走ってたらこけちゃってワンワン泣いてやんの。だって兄ちゃんが早いからいけないんだよ。追いつけるわけないよ。ソータはソータのペースでいいのよ。ハヤテに追いつかなくってもいいの。さもうすぐご飯ができるわよ。わあ、おいしそう。いただきます。ソータゆっくり食べなさい。喉詰まらせるわよ。うん、ほら言わんこっちゃない。早く水飲め。ああ死ぬかと思ったよ。お前はほんと誰かが見てないと危なっかしいよな。ちゃんと母さんと俺の言うこと聞けよソータ。ごめんね兄ちゃんいつもいつも。僕たちは3人家族です。父さんは僕が生まれてすぐに交通事故で亡くなりました。そこからは母さんが一人で僕たちのことを育ててくれてます。決して裕福な家庭ではなかったけど僕たち家族は仲が良くってすっごく居心地がいいです。そして何より兄ちゃんは母さんの代わりに僕の面倒をすっごく見てくれてます。僕にとっては兄ちゃんでもあり父さんみたいな感覚でもあります。母さんもそれを分かってるのかいつも兄ちゃんには感謝しているようです。僕と兄ちゃんは2つ年が離れています。兄ちゃんは高校に入ってから昔から足が速かったので陸上部に入部しました。今日は大事な大会があると聞いて母さんと僕は応援をしに来ました。
兄ちゃん、行け、もうちょっとだよ。よし、追い込みかけんぞ。ゴール、すごいじゃないか白川、新記録だぞ。白川くんすごい。やっぱ陸上部のエースは違うね。ま、こんなもんや。そうた、母さん、見てくれた？俺、新記録出しちゃったよ。お疲れ様。帰ったらちょっとご飯豪華にしなきゃね。兄ちゃんすごいよ、誰よりも早かったよ。当たり前だろ、誰だと思ってんだよ。そうたも来年高校生だろ、俺が面倒見てやるからさ、陸上部入れよ。僕足遅いけど大丈夫かな、兄ちゃんみたいに僕もなれるかな。またやる前から諦めようとしてる、そういうところ悪い癖だぞ。悪い母さん、そうた、俺ちょっと用事あるからまた後でな。まあ、はやてったら可愛い彼女がいるみたいね。それじゃあ帰ろっか、そうた。高校に入ってからも兄ちゃんはすっごくキラキラしていた。陸上部のエースで可愛い彼女もいて、本当に自慢の兄だ。でもそんな日々は長くは続かなかった。はあはあはあ、兄ちゃんは昔からこの海沿いを走るのが好きだった。部活動の後も疲れてるのにもかかわらず毎日のように走っていた。今日もよく走ったな、気持ちがいい。よし、そろそろ帰るか。兄ちゃん、大丈夫？よかった、命に別状はないみたいで。悪い悪い、心配かけちまったな。でもちょっとの間歩けねえらしい。マジで運悪いよな、まさか歩道を走ってて車が突っ込んでくるなんて。そんな、兄ちゃんの足がどうして。楽な、ソータ、リハビリしてすぐに歩けるようになるさ。俺を誰だと思ってんだよ、陸上部のエース白川颯だぞ。本当は兄ちゃんの方が泣きたいはずなのに、僕の前では絶対に泣かない兄ちゃんは本当にすごい。あれ、母さん。先生、あの子はもう歩けないんですか。あの子は走ることが大好きなんです。どうかどうかお願いします。最善は尽くしましたが、今の医学的にはあれが限界かと。リハビリを重ねていけばある程度は歩けるようにはなるかもしれませんが、それすらも可能性は正直。そんな嘘だよ、兄ちゃん今からリハビリ頑張るって言ってるのに。ダメだダメだ、少しでも可能性があるんだったら僕は兄ちゃんを応援する。ふぐぐぐ、くっそ、全然立たねえ。兄ちゃん無理しないで、こけたら危ないよ。それから僕は毎日兄ちゃんのリハビリに付き合った。母さんもリハビリを頑張っている兄ちゃんを見ると少し嬉しそうだった。僕と母さんは兄ちゃんにお医者さんに言われたことを伝えていない。でも大丈夫、絶対に毎日リハビリを続けていればきっと、兄ちゃんならきっと。ただいま。そうた、高校入学おめでとう。ありがとう母さん。兄ちゃん、僕高校生になったよ、陸上部入ろうかな。もう高校生か、早いもんだな。陸上部はやめとけ、お前は足が遅いんだから向いてねえぞ。そうだね、僕は兄ちゃんみたいに足が速くないし、陸上部はやめた方がいいよね。あ、しまった。何言ってんだよソータ、今俺は誰よりも遅いぜ。悪い、ちょっと寝るわ。僕のバカ、余計なことを言ってしまった。兄ちゃんは半年ぐらい経ってからかな、リハビリを完全にやめてしまった。それ以来ずっと兄ちゃんは寝込んだままだ。母さんも心なしか元気がない。白髪も増えたみたいだ。やった、オムライスだ、いただきます。兄ちゃんずっと寝てるね。仕方がないわ、ずっと支えてきてくれたもの。どうして颯なの、なんで颯がこんな目に。どうせなら颯じゃなくって。あ、違うの、ソータ、今のはソータのことじゃないわよ。そうだよそうだよね、
なんで僕じゃなくってお兄ちゃんなんだろう。出来損ないの僕なんかより、なんで兄ちゃんが事故に遭うんだよ。そうた、違うのよ、本当に違うの、ごめんなさい。僕も母さんも兄ちゃんもいよいよ精神的に追い込まれていた。はあ、どうしたらいいんだろう。ハヤテくんの弟さんだよね。確か兄ちゃんの元カノさん。お話しするのは初めてだよね。少しだけ時間ある？ソータくん、知ってた？実は私が振られたんだよ。周りの生徒たちからは事故に遭って歩けなくなったハヤテくんを捨てたなんて言われてるけど。そうだったんですね。それはひどい。ねえ、ソータくんはお兄さんのどこが好き？僕はやっぱり兄ちゃんは何でもできて頼りになるところですね。僕なんかと違って何でもできちゃいますから。そうだよね、ハヤテくんってほんと何でもできるよね。でもね、ハヤテくんの一番素敵なところは諦めないところだよ。陸上部のエースって言われてたけど、その分誰よりも練習してたし。そんなハヤテくんでもあんな風になっちゃうんだね。ごめんね、こんな話をしてしまって。弟さんだったらいろいろ分かってくれるかなって思って。そういえば私とデートしてる時もよく君の話をしてたよ。泣き虫で頼りない弟だから俺がいないとダメだって。次はソータくんの番じゃない？次は僕の番。なんだよ母さん、どうしてグラウンドに行くんだよ。私も突然ソータに呼び出されたからなんだかわからないの。ハヤテくん、久しぶり。弟さんも走るみたいだね。はあ、あいつが？しかも強豪揃いじゃねえか。あの子一体何考えてるの？兄ちゃんと母さん来てくれた。よし、頑張るぞ。ハヤテの弟か、またエースの座取られちまうな。それじゃあ行くぞ。よーい、ドン。はあ、はあ、早い、すごく早いよみんな。兄ちゃんすごい、こんな人たちと戦ってたんだ。ねえねえ、あれってハヤテくんの弟だよね。超遅くない？やっぱお兄ちゃんと同じってわけにはいかないんだね。あのバカ、何考えてるんだ。金一個ないに決まってんだろ。ふぅ、疲れた。あれ、そういえばハヤテの弟はどこだ？え、マジ？まだ半分じゃねえか。もう限界だ。あ！ねえねえ、やばくない？なんか見てらんないよね。アホくさ、帰ろ。母さん、止めさせてよ。こんなの見てられないよ。待って、あの子、まだ走ってるわ。心臓もバクバクなってて、今すりむいたところすごく痛いよ。もうみんなゴールしちゃってるよ。どうして僕はこんなに遅いんだろう。やっぱり兄ちゃんはすごいや。でもここで僕が諦めたら、今までの兄ちゃんを何にも見てないことになる。やめろやめろよ、無理すんなよ。お前は諦めていいよ。ソータくん、ハヤテくんにそっくりだね。は？どこがそっくりなんだよ。言われたことないよ。そうかな、私はそっくりだと思うな。どんなことがあっても最後まで諦めないところ。やっとゴールした。おいおい、なんで俺らと一緒に走ったんだよ。先生、次から気をつけてくれよ。いや、すまん、ハヤテの弟だからついつい走れると思って。帰ろ帰ろ、見に来て損した気分。おい、ソータ、何のつもりだ。恥を晒しに来たのか。兄ちゃん、俺、諦めなかったよ。最後まで諦めずにゴールしたよ。兄ちゃん、いつも俺に言ってた。お前はすぐに諦めるからダメだって。でも今の兄ちゃんは諦めてるじゃないか。ふざけんな、俺の気持ちも知らないで。知らないよ。だったら僕だって今まで兄ちゃんと比べられてばっかりだったよ。いつも兄ちゃんはできるのに僕はできない子っていう扱いを受けてきたんだ。でも今の兄ちゃんは僕の知ってる兄ちゃんじゃないよ。だから僕は諦めないよ。兄ちゃんが歩けるようになるっていうのを
諦めない。兄ちゃんと母さんが諦めても僕は諦めないからね。なんだよ、なんでお前が泣いてんだよ。ソウタ、それを伝えようとしてくれてたのね。ハヤテ、明日からもう一度リハビリ頑張ってみましょう。ソウタがこんなに頑張ってるんだから私たちも頑張らないと。これで急に何かが変わるわけじゃない。それも僕は分かってる。でもそれでも僕が何かをやらなきゃいけない気がしたんだ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、兄ちゃん。よう、そうだ、おせえんだよ。いって、ハヤテ、すごいわ、今立ててたわよ。どうだ、そうだ、ちゃんと見てたか。うん、見てたよ、兄ちゃん今立ってたよ。また泣いてる。ほんとソウタは泣き虫だな。なんかお前の泣き虫俺にも映ってきたみたいだ。お母さんもソウタの泣き虫映ってるわ。できなくっていい、誰かと比べなくっていい、一番大事なのは諦めないこと。それを兄ちゃんがずっと教えてくれてたんだ。でも一つだけ分かったことがある。僕たち家族はみんな泣き虫だ。さあさあドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょ。なんだ、遅刻か。まずは謝るのが先なんじゃないのか。は、お前は悪かったな。でも心配すんなよ、先生の授業を聞きに来たんじゃねえから。むしろあんたの授業を聞いてたら余計眠くなるからちょうどいい子守歌だぜ。俺の席どこだったっけな。極道くん、おはよう。今日は学校来たんだね。おお、珍しく早起きしたからな。それより律を、お前俺が学校来てない間調子乗ってたらしいな。後で面かせや。違うよ、調子なんて乗ってない。本当だよ極道くん。最悪だ、定額からそのまま退学になると思ってたのに帰ってきやがった。おい、どうした、抵抗しねえのか。俺がいない間お前がこの学校一の不良とか言ってたんだろ。ごめんなさい、だって極道くんもう学校に来ないと思ってたから。勝手に決めつけてんじゃねえ。くだらねえ、どいつもこいつも弱えやつは立ち向かってこやしねえ。ああ、もっと強えやつはいねえのかよ。おい、極道、そこまでだ。こっちはな、先輩も連れてきたぜ。三人がかりだったら、お前だって勝てやしないだろ。なあ、お前さ、自分が弱いやつってアピールすんの楽しい。一人じゃなんもできねえ、クソ雑魚ちゃん。なんだと、てめえ！おいおい、蹴り一発で大げさなやつだな。さあ、次はどいつだ？あんたか、それともあんた。ごめんなさい。なんだよ、逃げやがった、つまんね。ああ、どいつもこいつも弱えやつばっかだ。見栄を張るやつばっかり、周りの目を気にするやつばっかり、一人じゃ何にもできねえくせに群がって強がってるやつばっかり。ちっとはマシなやつに会えると思ってたんだけどな。ああ、腹減ってきたな。授業なんて受けてられっかよ。なんか食うか。あ、そういえば金持ってなかった。チェ、久しぶりに万引きでもすっか。でも警察はうるせえからな。ああ、どっかに金でも落ちてねえかな。なんだ？あれはもしかして。は？子供？しかもコスプレでもやってんのか？ま、俺には関係ねえ。この金いただいてさっさとコンビニ行こう。あの、すみません。お金取りましたか？無視無視。こういう時は無視が一番だ。やっぱりまた無視された。あれ、おもちゃのお金なのに。は？おもちゃのお金？おい、ガキンチョ、てめえ、おもちゃのお金で俺を釣りやがったな。お兄さん、私のこと見えるの？は？見えるに決まってんだろうが。むしろそんな目立った格好しやがって。なんだよその羽。嬉しい、やっと誰かに見つけてもらえた。嬉しい。
は？おい、話せガキ。痛い。なんでそんなことするの？お前がいきなりくっついてくるからだろうが。しかも俺のこと騙しやがって許さねえぞ。違うよ。そこにお金を置いてたら誰かが来てくれるから置いてたんだよ。だって誰も私のことを気づいてくれなかったんだもん。わけわかんねえこと言いやがって。そんな天使みたいな格好してたら誰だって気づくだろうが。な、マジで気づいてねえ。ほら、だから言ったでしょ。私、誰からも見えてないみたいなんだ。じゃあ、なんで俺は見えてんだよ。お前は幽霊か？それは知らないけど、よかった。やっと話せる人がいて、一人で寂しかったんだ。お兄さん、お話ししよう。やだね。ガキに興味なんてねえよ。俺は金が欲しかっただけだ。待って、お兄さん、一人にしないで。もう一人ぼっちはやだ。知るか。お前が一人だろうがなんだろうが俺には関係ねえ。じゃあな、天使のコスプレした幽霊ちゃんよ。ははは、くだらねえこの番組。うん、なんか誰かに見られてるような。おかしい、ずっとなんか視線を感じる。どっからだ。ああ、今日珍しく学校なんて行っちまったからあんな女の子見ちまったんじゃねえか。ああ、そうそう、この鳴き声。ったく、この鳴き声聞かなかったらあいつに会わなかったのに。って、またかよ。絶対そこで泣いてんだろ。ほら、やっぱり。おい、うるせえぞガキ。ついてくんじゃねえ。俺が眠れねえだろうが。じゃあ、お金返して。私のおもちゃのお金返して。なもん、とっくに捨てたっつーの。いいから、さっさとどっか行け。返して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 。あー、もううるせえ。なんだこいつ、悪魔じゃねえか。わーい、お家入れてくれてありがとう、お兄さん。お前がしつけえからだよ。つーか、さっさと家帰れよ。そもそもお前は死んでんのか生きてんのかどっちなんだよ。多分なんだけど、死ぬ一歩手前って感じなのかな。私ね、実はお外に出たのが初めてなんだ。だからお家わからないの。は？何言ってんだお前。そんなやついるわけねえだろ。じゃあお前はどこで生まれてどこで育ったんだよ。じゃあお兄さん、今から私についてきて。なんだよ、病院かよ。ってことはお前、金持ちのお嬢様かなんかか。さぞかし甘やかされて生きてきたからそんな風に育っちまったわけか。それとも何か、頭でも改造されておかしくなっちまったのか。本当、兄さんって口が悪いよね。そんな人初めて会った。いいから、ついてきたらわかるよ。これはお前、なんでお前が二人いるんだよ。私ね、生まれた時から心臓が悪いらしくって、ずっと病院で育ったんだ。だから多分本当にもうすぐ死ぬんだと思う。今この姿になってるのは多分お迎えを待ってる間なんだと思う。マジかよ、なんだよそれ。つうか、なんで俺は見えてるんだよ。それに俺もお前を触ることができるし、お前だって物に当たったりはするじゃねえか。そうだよね、私も全然よくわからない。この羽だってあるけど飛んだりはできないんだよ。ねえお兄さん、私のことを殺してくれる？多分この姿で死んだら本当に天国に行けると思うんだ。だからお兄さん、お願い。やなこった。たくよ、どいつもこいつも他人任せでヘドが出るぜ。いいか、自分の死に方ぐらい自分で決めろ。現にお前は俺に会うまで外でビー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 泣いてただけだろうが。それをなんだ、自分を見つけてくれた人に殺してくださいだと。悪いけど、お前が病気だろうが天使だろうが幽霊だろうがそんなの関係ねえ。何それ、お兄さんおかしい。大体みんなかわいそうとか言うんだけどな。あと俺はお兄さんじゃねえ、極道まさきっていう名前があるんだよ。私は羽田小崎。よろしくね、まさきお兄ちゃん。お兄ちゃんはやめろ、なんか恥ずかしいだろうが。このお口のとっても悪いお兄さんと出会ってから私の運命は大きく変わっていくのでした。さあさあドレスに着
着替えて世界一のお姫様踊りましょう。おーい、朝ですよ、起きてください。あん、うるせえな、バーバーが起こしに来たか。ってお前か、また勝手に家に入ってきやがって。まさきお兄ちゃん、おはよう。どう、天使からのおはようコールは。っていうか、ママのことをババアなんて言っちゃダメでしょ。ほんとお口が悪いな。うるせえ、おめえには関係ねえし、あと勝手に入ってくんじゃねえ。言っとくけど、俺はお前に何もしねえ。頼るんだったら他を頼るんだな。どうやって他の人には見えないのに。それでも俺は知らねえ。ねえまさきお兄ちゃん、学校行かなくていいの。普通はみんな朝起きて学校に行くんでしょ。学校？そんなもん俺が気が向いた時に行きゃいいんだよ。朝は眠いから基本的に行かねえんだよ。じゃあ私も一緒に連れてってよ。私も一緒に行ってあげる。そしたらお兄ちゃんも朝起きれるでしょ。わっ、なになに？うるせえガキだな。俺は寝起きは不機嫌なんだよ。いいからさっさと出て行け。二度と来るんじゃねえぞ。わかったな。ちゃんと朝起きれて偉いね、お兄ちゃん。な、てめえ、舐めてんのか。くっそ、眠気なんて飛んじまったぜ。しょうがねえ、学校行ってうさばらしするか。お、いたいた、ちょうどいい遊び相手が。ねえ、まさきお兄ちゃん、何するの？授業受けなくていいの？は、俺にとっては今からやることが授業みてえなもんなんだよ。よう、先輩方、ここで何してんすか？お前は極道。悪いんですけど先輩、屋上って俺のもんなんすよ。だから勝手に使わないでくれます？勝手に使った罰として俺とちょっと遊んでもらいますよ。へえ、お前が極道まさきか。名前だけは知ってるけど全然学校来ねえから顔は初めて見たわ。いかにも頭悪そうな名前してんな。ほら殴ってみろよ、またすぐ停学になんぞ。バカやめとけ。は、いいね、俺はお前みたいな口だけのやつが大嫌いなんだよ。死ねえこれ。まさきお兄ちゃんは学校で喧嘩をしに来てるの？くそ、なんで極道最近学校に来てんだよ。前までは全然来なかったのに。はん、口ほどにもね、やっぱ最近ダセえやつばっかでつまんねえわ。ねえお兄ちゃん、喧嘩じゃなくて授業受けよ。だから見たらわかんだろ、俺は学校に喧嘩しに来てんだよ。授業なんて受けねえよ。じゃあわかった、私のために授業受けて。私病院暮らしだったから授業受けたことないんだ。だから一緒に受けよ。無理、なんでお前のために授業受けなきゃいけねえんだよ。おい見てみろよ、極道が授業受けてんぞ。それに朝登校してくるなんて初めてじゃない？すごい、まさきお兄ちゃんみんなに噂されてるよ。人気者だね。くそ、朝もそうだし屋上で寝ててもお前が一生うるせえから寝れねえんだよ。ねえねえまさきお兄ちゃん、あれってなんて読むの？なもん知るか、自分で聞いてこい。もう誰にも気づかれないの分かって言ってるでしょ。早く教えて、まさきお兄ちゃんが先生に聞いて。ああ、もううるせえな。おい先生、その漢字なんて読むんだよ。極道が真面目に授業受けてる。ああ、すまんすまん、今読み方を書いていたところだからこれを見てくれ。なるほど、ああやって読むんだ。まさきお兄ちゃんありがとう。まさきお兄ちゃんも全然わかってないから私一緒に勉強できるね。くそ、マジで調子狂うぜ。それから俺は気が向いた時だけ授業に出ることにした。というか正しく言えばこいつに無理やり連れて行かされてる。どんなに追い出しても毎回毎回俺のとこに来やがる。いつしかこいつの存在自体が俺の中で当たり前になっていった。そんな日々の中、俺たちはよく病院に小崎の本当の体の様子を見に来ていた。見に来るたびに小崎の母親と父親をよく見かけていた。よっぽど愛されてるんだろうな。
ああ、私はここにいるんだけどな。でも今の方が楽しい。だって病院から出ることができたし、いろんなことができるんだもん。それにまさきお兄ちゃんとも仲良くなれたしね。別に仲良くなってなってねえよ。おめえがしつこいからだよ。うん？なんだあれ、また天使か？もしかして私のことを迎えに来た本物の天使？じゃあ私本当に死ぬんだ。よかったじゃねえか。お前天国に行きたかったんだろ。ま、あっちでたくさん友達でも作りゃいいじゃねえか。な、おい、どこ行くんだよ。おかしいな。神様に言われて迎えに来たんだけど全然見当たらない。もうすぐこの子亡くなるから早く見つけないと。おい、なんだよいきなり。お前天使のお迎えが欲しかったんじゃなかったのかよ。うん、そうだよね。私おかしいよね。ちゃんと天国に行けるから嬉しいはずなんだけど。でも、もう本当の意味でママとパパにも会えなくなる。それにまさきお兄ちゃんにも会えなくなると思うとやっぱり寂しいよ。は、俺はお前がいなくなったらせいせいするけどな。朝は無理やり起こされるわ、学校には無理やり連れて行かされるわ、うんざりだぜ。そうだよね、まさきお兄ちゃんからしたら迷惑な話だよね。ごめんね、私がまさきお兄ちゃんとしか話せないから。でもお前のこと一つ気に入ってる部分がある。それはびっくりするぐらいしつけえことだ。俺がどんなに追い出しても口で脅したりしても負けずについてきやがる。学校にいる不良どもよりよっぽどおめえの方が強えぜ。でもな、今のお前は嫌いだ。本当はこの世に未練があるくせに何の行動も起こしゃしねえ。本当はまだこの世で生きたいんだろ。だったらこんなところでうじうじしてないで、俺なんかに頼らないで、さっさと寝てるお前を起こしてこい。朝起きれねえ俺を叩き起こしてんだ。そんなの簡単だろ。うん、わかった。じゃあまさきお兄ちゃんに一つお願いしていい？あの天使様ちょっとだけ引き止めといてくれる？は、上等だ。天使と喧嘩か、楽しそうだな。あ、いたいた。よかった、見つけることができて。僕は君を迎えに来た天使だよ。さ、一緒に天国へ行こう。ごめんなさい天使さん、それはできません。あ、ちょっと君何するんだい。もう無理だよ。残念だけど君は死ぬ運命なんだ。おい、うるせえぞ、邪魔すんじゃねえ。なんで君は僕が見えてるんだい。悪いな、邪魔させねえぞ。おい、さっさと起きろ小崎。はあ、起きろ私。あれ、私元に戻った？小崎、嘘でしょ。あなた本当に起きたの？信じられない、奇跡だ、奇跡が起きた。ママ、パパ、ただいま。なんだ、生き返ってるじゃないか。もう神様の人選ミスか？っていうか君、ま、いっか、僕はさっさと帰ろう。こうして私はまた元の世界で生きていくことになりました。でも何よりも驚いたことが、まさきお兄ちゃんに天使の羽が生えていたということです。なんだ、私じゃなくってお兄ちゃんが本当の天使だったんだ。さあさあドレスに着替えて、世界一のお姫様踊りましょう。すやすや。ひょうこ、ひょうこ開けるわよ。やっぱりまだ寝てるわね。ひょうこ、そろそろ学校に行く時間よ。朝ごはんも食べないと。って私もバカね、わかってるはずなのにまだ信じたくないのよ。ひょうこが耳が聞こえないなんて。どうしていきなりこんなことになったのよ。まだこの子高校生よ。今からすごく楽しいことがたくさん待ってるのに。お母さん勝手に入っ
ってこないで。ああ、ごめんなさいね。驚かせちゃったわよね。ほら、ご飯食べて、もうすぐ学校よ。私の名前は柊木兵庫。今の私は耳が聞こえません。お母さんは私の耳が聞こえなくなってから身振り手振りが大きくなりました。って言っても私が聞こえなくなったのは実は最近の話。高校に入学して半年後くらいかな。きっかけは本当に些細なことでした。私には高校に入ってからすぐ彼氏がいました。彼は一個上の先輩で他のクラスの女子からもすごく人気のある人でした。京子、今日も可愛いね。さあ一緒に帰ろう。彼は本当に優しくって、一つ上の先輩っていうのもありすごく頼りがいのある人でした。私は高校に入学してからすごくすごく幸せでした。でもそんなある日事件が起きました。疲れた。お疲れ、ヒイラギ。お前は本当に真面目だな。あまり根を詰めすぎるなよ。そういう真面目すぎるのはいいところでもあり、時には悪いことでもあるからな。ですよね。分かってるんですけど、昔からこういう性格で常にまっすぐ全力投球、これが私の人生ですから。そうか。まあまっすぐすぎる道ばっかりじゃないから気をつけろよ。そうだ、ヒイラギ、体力が有り余ってるんだったら一つ仕事を頼んでもいいか。体育館裏の備品を持ってきてもらいたいんだが。はい、わかりました。体育館裏って確かこっちだよね。備品、備品と。あれ、あれって新庄先輩？先輩、ヒイラギさんと付き合ってるんじゃないんですか？こんなことバレても知らないですよ。あは、あいつ？まあ可愛いから付き合ってんだけど、ちょっと硬いんだよな。そばに置く分はいいけど、特段好きってことはねえかな。嘘、先輩、嘘ですよね。なんだヒイラギいたのか。ああ、バレちゃった。今の嘘ですよね。だって先輩、私のことずっと好きって。はあ、めんどくせえ、もういいや。お前は見た目がいいからさ、そばに置いてたら俺のステータスが上がると思ったんだよ。知ってる？新庄くんって1年食いって言われてるんだよ。1年はちょろいからな。先輩っていうだけでホイホイついてきやがる。特に女は年上の先輩に弱えよな。やだ、聞きたくない。嘘だ、そんなの嘘だ。私信じてたのに。もう誰の言葉も聞きたくない。おそらく突発性難聴でしょう。難聴？先生、ヒョウコはこれから耳が聞こえないんですか？この病気は医学的にもまだはっきりとした原因はわからないんですよ。しかし突然なられたということは、おそらくストレスや精神的なものが関わっているのかもしれませんね。私はそれ以来耳が聞こえなくなった。難聴になってから様々な変化がたくさん起きた。今まで仲良くしてくれていた友達が分かりやすく距離を離していたり、話したこともない男子生徒が急に話しかけてきたり。でも私は分かってる。この男子生徒たちがなんで私に優しくしてくるかを。きっと耳が聞こえなくなって一人で孤独な私に優しくすれば抱けるとでも思ってるんだろう。ほんとマジ最悪。チェ、なんだよ、優しくしてやってんのに。ちょっとは俺たちに構ってくれ。おい、どうせ聞こえねえんだろ。ちょっと体貸してくれよ。聞こえなくてもあいつらがなんて言ってるか私にはなんとなくわかる。もう何も知りたくない、聞きたくない。このまま消えてなくなりたい。私は気づけば屋上に向かっていた。そしてあそこの柵の向こう側に行こうとしていた。おい、何をしようとしている。おい、聞いているのか。おい、クソ、なんだあいつ、無視しやがって。おい、聞こえないのか。俺のことを無視するな。私はこの時柵から飛び降りようとした
私を止めたこの人も信用していなかった。やめて、止めないで。はあ、お前が俺のことを無視するからだろう。それになんだその喋り方、ふざけてんのか。何この人、私が耳聞こえないの分かってないんでしょう。うん。あ、なんだお前、耳でも怪我してんのか。うん、うん、うん、うん。お前、もしかして耳が聞こえないのか。なるほどな、だから俺が無視されたわけか。ちょっと面白いやつと思ったよ。でも俺の前で死ぬのはやめろ。それに屋上で死なれたらもう屋上使えなくなるだろうが。いった。いいか、間違ってもここで死のうとするんじゃねえぞ。じゃあな。私はてっきり無理やり何かされるのかなとか思ってた。それどころか説教されて投げ飛ばされたんだけど。でもなんでだろう、あの人は私のことを一人の人としてちゃんと見てくれた気がする。それから私はよく屋上に行くようになった。彼も私と同じようにいつも一人だった。なんとなく彼のことを知りたいと思った。あ、また来たのかお前。何ごまかしてんだか。つうか、お前聞こえないだけで普通に話すことはできるんだろ。なんでいつも変な話し方なんだよ。あー、つってもこれも何言ってるかわかんねえもんな。そうだ、スマホ。ほらお前もスマホの連絡先教えろ。へえ、なるほどな。耳が聞こえなくなったら話すのも結構難しくなるんだな。それで話してる声が不快に思われるのが嫌で、話すことが嫌になったってわけか。そんなこと別に気にしなくたっていいだろ。あー、そっか、何言ってるかわかんねえもんな。なこと気にしなくていいって言ってんだよ。は、何がおかしいんだよ。もしかして伝わってないのか。彼もまた母と同じように私と話すたびに身振り手振りが大きくなっていきました。名前は乾相馬くんって言うんだ。3年生か。ああ見えて意外と絵文字とか使うんだ。かわいい。彼と出会ってから笑顔が少しずつ増えてきた気がします。もうすっかり屋上に行くことが私の日常と化してるんだけど、でも一つ気になることが。乾くん、私と付き合って。ごめん、俺は誰とも付き合う気はない。先輩は1週間に2回は誰かに告白されてる気がする。そういえばお前なんで耳が聞こえなくなったんだ。それ聞いてなかったな。ってそうだ、聞こえないんだ。なんか慣れねえんだよな。ほら今送ったぞ。あ、スマホで打たなくていい。喋って俺に聞かせろ。声に出した方がストレス発散できるぜ。先輩に浮気されたり騙されたりしたの。そうだったのか。お前も俺と同じか。乾くんもそうだったんだね。そうだよ、俺が一途に愛してたのがバカみたいだったよ。どうやら乾くんも過去に付き合っていた人の浮気現場を見てしまって、そこから誰とも付き合わなくなったみたい。でも乾くんモテるじゃん。そんなの関係ねえよ。どうせ俺の見かけだけ好きなんだろ。もう誰かに裏切られんのはごめんだ。もうなんて言ってるかわかんないんだから、スマホで打ってよ。そろそろ私にも慣れてよね、まったく。あ、悪い悪い。つうかお前、目の前でスマホで説教すんなよ。おい、怒ってるスタンプ何回も送ってくんのやめろ。私は彼といるとすごく居心地が良かった。ち、なんなのあいつ。聞こえないふりして乾先輩と仲良くしてんじゃないわよ。うん、なんだ観音寺、俺になんか用か。ねえ、ちょっと手伝ってほしいんだけど。なんだろう、みんなの視線が私に向けられてる。一体何が。え、これ何。道路だと
存在主義をしてるらしいよ。それを利用して乾先輩に近づいてる。うわマジかよ、こんなビジネスじゃん。ダメだ、息が苦しい。京子大丈夫？顔色が悪いね。保健室に行こう。新庄先輩。あれ、私。あ、やっと来たか。なんで私こんな格好？見てくださいよ乾先輩、柊木さん元彼を保健室に連れ込んであんなことしてるんですよ。あいつ耳が聞こえないふりして先輩に近づいてたんですよ。ほんと1年の間では先輩キラーって言われてんもんな。違うよ乾くん、違うよ。あ、でももう遅い。乾くん私のことあんな目で見てる。もういいや。明日から学校来なかったらいいんだ。もう私なんて生きる価値もないんだ。柊木兵庫、一度しか言わない。お前が聞こえないことは分かってる。でも一度しか言わん。俺はお前のことが好きだ。俺はお前を信じてる。だからお前も俺のことを信じろ。俺はお前のことが好きだ。バカなやつ、聞こえねえつーの。私も乾くんのこと好きだよ。な、もしかして本当に聞こえるように。おい、お前どけ。二度と柊木に近づくな。わかったな。ちょっとどういうこと、あの子本当に聞こえないんじゃないの。嘘じゃねえよ、いきなり治りやがった。柊木大丈夫か。うん大丈夫、ありがとう乾くん。つーかお前、俺の声聞こえんだな。ま、話せるようになっても前とあんま変わんねえけどな。ところで乾くん、私のこと好きなんだね。は？何のことだよ、俺なんか言ったっけ。あ、ずるい。じゃあもう一回言ってもらおう。私は柊木兵庫、私の心の氷を溶かしてくれたのは紛れもなく乾先輩でした。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。